皆さん、こんにちは。元 HKT48 とアイズワンのメンバーで、現在はルセラフィムのメンバーとして活動する宮脇さくらさん。彼女は日本や韓国で人気のアイドルですが、一方で実は性格が悪いとの批判や裏赤疑惑もささやかれています。今回は宮脇さくらさんが性格が悪いと言われる理由や裏赤疑惑、宮脇さんの性格が出たエピソード、ルセラフィムメンバーのいじめ疑惑などの噂をまとめてみました。ぜひ最後までご視聴ください。まずは宮脇さくらさんの簡単なプロフィールを見ていきましょう。宮脇さくらさんは1998年3月19日生まれ、鹿児島県鹿児島市の出身で、2022年現在の年齢は24歳。幼少期は子役として活躍し、現在はアイドル、ゲーム実況者、 YouTuber、 モデル、コスメプロデューサーなど幅広い分野で活躍しており、韓国での活動名はさくらです。さて、宮脇さんのプロフィールもおさらいしたところで、まずは宮脇さんが批判されている理由について紹介します。一つ目の理由として、実力不足があります。人によって評価は変わるものの、声もダンスも実力が足りないという声が多いようです。例えば PRODUCEFって8内のステージで宮脇さんはラップを披露したのですが、あまり上手でなかったようで、番組の視聴者からは批判的な声が多く上がっていたようです。一部の視聴者からは、ポンコツオヘラップと揶揄されていたとか。一方で、プロデュース48の第3回の順位発表では宮脇さんは1位を獲得。この順位に実力と人気が釣り合っていないと批判が殺到し、嫌われる理由の一つとなってしまったようです。ダンスや歌が下手なのに他のメンバーより順位が高いことに不満を感じる書き込みも多く見られました。次に批判される理由の一つとして、言動があざといというものがあります。一部の人たちの間では宮脇さんの発言があざといと批判されているようです。例えば、医者を目指していたがアイドルになるために諦めたなど、違和感を覚えるような発言が多く、あざといと批判される原因となっているようです。また AKB48 グループ対抗大運動会の縄跳びでも一人だけ輪から外れるなど、ありえないと思うような行動が目立っていたようです。特に女性からあざといと思われることが多いとのこと。同じ女性だからこそ言動のあざとさを見抜けてしまうのかもしれませんね。一方で、純粋で可愛いと評価する女性もいるようで、あざといと思われるような言動を自然体でやってしまうところが人気になった理由なのかもしれません。他に批判される理由として、宮脇さんは過去に SNS でメンバーの悪口を言っていたということがあります。宮脇さんはある時 Twitter で、当時 HKT48 のメンバーだった田島メルさんの体型をバカにしたことで炎上しました。田島さんは自身が所有する Twitter アカウントで、田島さんの体型をおちょくるツイートを引用した上で、パンパンというコメントを添えて投稿したのです。このツイートはすぐに広まり、宮脇さんのツイッターは炎上騒ぎに。宮脇さんの発言を批判するコメントが数多く集まりました。メンバーの悪口なんて、とてもアイドルがしていい発言とは思えませんよね。その発言を見た人の間では、裏垢と間違えてしまったのではといった推測がされました。そしてさらに、宮脇さんはその後、同じツイッターアカウントで意味不明な文字列をツイートしています。これはアカウントの乗っ取りを偽装して問題の発言をごまかしているのではと推測されました。もし本当にアカウントが乗っ取られていたのであれば、意味不明な文字列などではなく問題のツイートと同じように誹謗中傷の書き込みをするはずです。その後もしばらく意味不明な書き込みは続きました。本人から表明がないので真相は分かりませんが、これはちょっと怪しいですよね。さて、
ここまでネガティブなことばかり書いてきましたが、その一方で性格がいいなどポジティブな評価をする声が多いのも事実です。そこで宮脇さんの性格が見えるエピソードをいくつか紹介します。宮脇さんが真面目な性格であることはファンの間では有名な話です。過去のインタビューでは自ら真面目すぎると答えているほどです。例えば総選挙で1位という目標に届かず3位となった宮脇さんは、発表された順位にショックを受け倒れそうになる姿が話題になりました。3位でも十分高い順位ですし、とても真面目で完璧主義な性格がよくわかるエピソードですよね。アイズワンとしてデビューした後は韓国語の習得に努め、問題なく日常会話ができるレベルにまでなったことでも知られています。また宮脇さんは優しい性格であるとも言われています。例えば AKB グループのプロデューサーを務める秋元康さんは、宮脇さんの優しい性格に涙を流したことがあるのです。宮脇さんは東日本大震災の被災地で開催されたコンサートの直後、自身のブログで被災地への思いを嘘偽りなく投稿しました。その記事の文章に秋元さんは感動し涙を流したそうです。そしてもっと頑張ろうと思いましたとコメントしています。宮脇さんの性格や批判される理由についてまとめたところで、次はメンバーとしての宮脇さんについての噂を紹介します。ルセラフィムのメンバーとしての宮脇さんの話題を紹介します。ルセラフィムは宮脇さんやキムチェウォンさんなど著名なメンバーが集まったことで、デビュー後わずか12日で Spotify 月間リスナー数200万人を突破し、世間を賑わせました。しかしそんな華々しいスタートは早くにして出鼻をくじかれたようです。デビュー早々ルセラフィムはなぜ暗雲に包まれたのでしょうか。その理由には20年以上にもわたって問題視されてきた韓国社会の深刻な問題が関係していました。批判されているのはルセラフィムのメンバーであるキム・ガラムさんの学帽疑惑です。2022年5月19日中学時代にキム・ガラムさんから学帽を受けたと主張する被害者 A 氏が弁護士法人を通じて被害者立場文を発表。これが多くのメディアに取り上げられ炎上に至りました。そもそも学帽とは何かというと、学校暴力の略であり、学生を対象に発生した傷害、暴行、恐喝、強要、侮辱、いじめなどの行為を総じて指します。1990年以降、韓国における学内いじめが社会問題として認識され、1995年には初めて政府による対策が講じられました。そのように韓国には学帽をただのいじめではなく、文字通り許されない行動、罪として捉え対処してきた背景があります。そのような事情から、今回の件がグループ大きな不祥事として世間に注目されました。また5月12日に公開されたYouTube 動画上のキム・ガラムさんの言動も炎上しています。動画内のメンバー同士がお互いを褒め合う企画で、キム・ガラムさんが宮脇さくらさんの鼻を褒め、その直後に爆笑する一幕がありました。それを受けた宮脇さんが涙目になり、感動したから泣けてきたと弁明する様子から、キム・ガラムさんの言葉に悪意があったと解釈した視聴者から反感を買ったのです。SNS ではキム・ガラムさんについて批判、擁護ともに様々な声が上がりました。皆さんいかがでしたか。今回はルセラフィムのメンバーとして活躍する宮脇さくらさんの噂についてまとめました。紹介したような否定的な話題も多い一方で、外見や性格の良さからとても人気がある彼女、そんな宮脇さんのこれからの話題にも注目していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価やコメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、また。